アパレの時間です。今日も張り切っていきましょう。いやー、五郎丸帰ってきましたよ。帰ってきましたよ。本当に頑張りました。日本ラグビー良かったですね。良かったです、まあ、もうちょっと頑張ってほしかったですけどね。そうですか、まあまあまあ今一番いい時じゃないですか、これからね2019年に日本で開催されますからね。だから張り切ってラグビーも張り切っていやお願いしますよ。ということで、なんか急に寒くなりましたよね。ここ数日ですよね。ま、あれ、いや林さんいるかと思ってさ今日はいらっしゃらないですよ。いらっしゃらない。怖くてさ、もしかしたらって思いますよね。そうまあ絶景な場所にいますが、はい、向こうにあれは相模湾ですか。ですね、見えま、映りますか。映りません。映りません。もうちょっと努力してみようか。もうちょっと相模湾ですけど努力虚しくすいません、申し訳ありません。あのここに来れば見えますから、ここに来てくださいということで今回ははい、今回は中井町に来ています。はい、はい、こちらですね。中井町は人口およそ1万人ということで、まあ大体規模的に岡山の里庄町ぐらいかなっていう感じですね。なんでそれを入れてくるの毎回。ちょいちょいちょっとそれが分かんないんだ俺は。でも里庄町ぐらいなんですね。 なるほど、はい、まあ岡山県民の方もいらっしゃるんだね。そうですよね。そうです、はい、はい、で拡大しますとこんな感じですね、今いるのがこちら、あの今年4月から運転を開始しました、あのメガソーラーの展望場、太陽の広場というところです。実は去年ここに来まして、まだねオープン前だったんです。あ、4月からまだ出来上がる前の、この映像です。ドン出ないですね。出ない今ね、山ちゃん何しようとしたの今映像出したかったんですけどね、出ないんですね。出したと思って次の行こうと。あ、なるほど。実はこうなりました。こちらです。どうぞ。どう。どうですか。絶景かなと。メガソーラーがもうザワーっと。これどのぐらいあるんですか。19.2 ヘクタールにの敷地に、2ヘクタールの敷地に 19.2 ヘクタールです。 19.2 ヘクタール、はい、の敷地に、あのメガソーラーがあって、およそ4000世帯が1年間に使う電気の量をここで賄えるという。本当に？だから中井町の全世帯に1年間電気を送り続けてもさらに余るだけの電気を作れるという。ここで作ってるんですね。ここで山ちゃん、あそこあれちょっと抜いてうちに持ってくるよ。それうちの世帯も大丈夫ですよ。いやまあ確かに太陽光で発電はできますよ。すごいね今ね。いやすごいね。いや彼は張り切ってますよ。曇ってますけどね。曇ってますけど ねそして今日はあの今ここにいるんですけども、全体的にこう、まんべんなくちょっと巡ろうかなと思っています、はい、でもまあここに来るまでにね、今ねこうやってずっと登ってきましたからね、上までね。そうですね。そうですよね。ということは行きはよいよい、帰りは怖い、帰らなきゃいけないわけですよ ね、ずっとね。ということはここに来てもらいましょうか皆さん。どういうことですか。あ、もう俺たち巡りそうなところを電話してここに来てくださいって集まれってまさかのここ集合まさかのここ集合ってはい、はい、そんな感じです。意外にこうあの冷たいのね。最近特に冷たいのね。そんなことないですよ。なんかバッサリ切る感じ。なんか僕バッサリ張り切っていきましょう。なんだよ、黙るのやめよう。いや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 、そうやって。いや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 、お話くださいと。お話くださいって。わかりました。それでは行きましょうか。あっぱれからが大星スタート。まさに日本の風景ですよね、はい、いい風景ですよ。いいですね、民家があって、それでね、みかん畑があって、中井町にみかん畑あったんだね。あ、みかんの栽培が盛んなそうですよ。そうなんだ、はい、
今少し移動してきまして、うん、ちょっと西に移動しました。この辺りにいます。これだいぶ上がってきたもんね。そうですね。というか一回下がって上がったって感じね。そうですね、下がって上がりました。そうだね。というわけでいつもメールはがきありがとうございます。それじゃあまずは、横浜市浅野さん。バーベキューは晴れていないと微妙なので取っ手出しはある意味勝負だと思った。よく見てらっしゃいますね。先週ですね。どんな状況でも私たちは取って出しますんで、どんな台風だろうが大雪だろうがそれでもバーベキューね、はい、ハーブガーデンでいただきましたね、先週。そうですね、お気になさってくれて本当にありがとうございます。今日も曇ってますからね。そういうことですよね、はい、続いては、あ、宇都宮市の森さんからいただきました。ありがとうございます。いつも遠く離れた宇都宮からケーブルテレビで見ています。おっとっと、来た来た来た。生まれも育ちも横浜ですが、仕事の関係で宇都宮に住み始めて早28年。あっぱれを見ながらここ行ったことは、なんだよ、なんかうなずきが大きくて違う、合図中って宇都宮っていうことで感銘受けてるわけですよ、はい、私は、はい、あっぱれを見ながらここ行ったことがある、うん、ここ知ってると興奮しながら見ていると、うん、宇都宮出身の嫁さんに、うん、静かに見られないのと飽きられていますと、はい、週末に横浜や鎌倉によく遊びに行くので、あっぱれに遭遇できないかなと楽しみにしています。よかった。宇都宮ですよ、ね、すごいです。餃子ですよ、餃子。これ餃子、餃子なんかこんなのありますよね。モニュメントがこうやって餃子ありますよね。宇都宮にですか。餃子のケーブルテレビ で、 す、 ね、すごいね。日本全国見えるのかな、あっぱれは。見れないのかな、日本全国。あ、でも YouTube を通してっていうのが、そうだな、ね、まあ、YouTube はね、はい、見れますからね。ありがとうございます。もう一つ、海老名市の石川さんからいただきました、うん、いつもあっぱれを家族で見ています。ありがとうございます。私はシフォンケーキが大好きで、あっぱれで紹介してくれたお店はほぼ制覇しています。そうですか。横須賀シフォン、ザマのお菓子工房、ひばりカフェ、伊勢原のシェアなど、お店に行ったらいつもあっぱれ見たよと話が大盛り上がりで、皆さん盛り上がるみたいで、みたいですね。どこに登ってくるの。なんか、いやいや本当に、ね、どんどん押されちゃいました。本当に、石川さんみたいな方が本当にいっぱいいらっしゃって、うんうん、あっぱれのルートと同じように巡っていく人が本当に多いんですよ。そういう方々が私たちを支えてくださっております。メールをご紹介した方にはこちらのあっぱれステッカーをお送りしています。情報もお待ちしています。よろしくお願いします。やるどうしたんですか。なんか今日やる、張り切ってますね。張り切ってるよ。まあ、とりあえず登ろうか。登りますか。登らないか。登りますか。登るか。登るな。登ろう登ろう。登ります、うん、よし頑張ろう頑張ろう。今日はあっぱれプラスワンでお送りしております。お子さんもそうです、登るんですよ皆さんね。これえこれどの何ヘクタぐらいあるんだこのみかん畑、ね、相当広そうですよね。いや広いよこれ。ああ上も、うん、あ、見た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 、みかんがちょうどいい色になってきたんじゃないの。色づいてますね、うん、やっぱりあの色になってくるとちょっと、あ、もうすぐ寒くなるなっていう雰囲気になりませんか。こたつでみかん食べたいなってことですね。うん、そういうことです。なんか季節を感じませんか。あ、感じます感じます。うん、そうなん、いや、季節を感じるといえばなんかね、こうあっぱれでね、はい、なんか年内になんかを作って、うん、なんかプレゼントしたいなみたいな。え、うん、どうしようかなって今悩んでおります。あ、そんな、はい、そんな企画があるんですか。あ、もう考えております。なんか、そうなんですね、うん、今月来月、うん、どうしようって思っております。なんかこうね、サイコロ振って家族で遊べるゲームみたいな、はい、だいぶ細かいとこまで、どうでしょうみたいな感じで押してる感じなんですね。どうなんかやろうかなって。お、うん、やっぱり神奈川県を回るみたいな、ゲームはどうですかみたいな。どうでしょうみたいな。だいぶ言っちゃってますね。イブくん、あ、イブくん、別の、なんかに全然違うものが入ってるね。いや、これ広いよ。すごい。これは、うん、これは誰かいるの。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、なんかいぶってるよ、いぶってる、いぶってる。あ、本当だ。あれ、
煙が、のろしが上がってるよ。呼ばれてるかな、あれは。呼ばれてます。ヘルプかな、あれ。あ、さとみちゃん、ちょっと音先、先行して。あ、さとみちゃんが先に行く。音聞こえる？人いっぱいいる？いっぱいいる？さとみちゃん、俺がほとんど持ってる。あ、人いっぱいいるよ、人いっぱいいる。どうした、どうした？うわーい。大丈夫？暑い。そんなに人がいっぱい。おはようございます。何やってんの？焚き火？焼き芋？出てきた。すごい。あ、皆さん今ね、ちょうど焼けたんですよ。ダッチオーブン。今日焚き火カフェやってるんですよ。なんておっしゃいました？焚き火カフェ。カフェ。そうです。カフェの雰囲気でしょ。これは僕はね、食べたいな。これ誰に僕は話せばいいですか？はい、今日の主催。ずっとサングラスを胸にしてる。ここですか？ここですか？これはどういうことですか？今日は実は11月にみかん、大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっとこっち行きましょうか。わかりました。ここね、みかん狩りをちょっとここは非公開でやるんですけれども。このみかん畑はもしかして、はい、うちのなんですが、はい、うちの両親なんですが、うちの両親が始めました、はい、本当にみかんをいっぱい今日はもらえるということで、まだそんな全然みたいな感じになっちゃう。そうなんですか？違う。後であげますからね。本当に。そう、それで両親50年も夫婦でやってる。これ何ヘクタールなんですか？いや、ここだけじゃないからね。向こうもあるの？向こうもあるの？なんか晴れてきましたね。やだだ、晴れ女。すごい晴れ女なんですか？はいはい。いや、持ってる女だと思った。そうでしょ。ね、これ。そう、それで、両親から1日だけここを借りて、みかん狩りのイベントするんですけど、中井町も盛り上げたいということで、全員中井町盛り上げ隊の隊員なんですよ。盛り上げ隊の隊員。そうなんです。で、マルシェをここでやるので、今日はちょっとリハーサルでちょっといろいろ持ってきてもらって、こんなものを出すよっていうのみたいな感じ。そうなんです。で、焼き芋が今あると。今やってると。焼き芋なんか、あれ、もう段取りが素晴らしい。完璧。もうこれ新聞紙ってない、これいいじゃないですか。うちのお父さんとお母さん作った焼き芋なので。ですか？あ、焼き芋じゃない、芋。焼き芋はできない。そりゃそうだ。焼き芋はこっちだもん。芋が俺作ったんだよ。失礼しました。いただきます。甘いですよ。本当に甘い。これ何ですか？紅あずま。今お母さんに指示しましたよね。お母さんが作ってね。20代の時までこういう農家、みかん作って、その後ほらちょっと落ち染めてたんですよ。これ何年やってらっしゃるんですか？え、このみかん農家。もう140年ぐらい。どっち？100年140年どっち？え、140年ぐらいでしょ。うちのね、100年以上ってこと。そう。若いことは100年以上。いや、でもすごいですね。みかん農家100年続けてすごくありません？すごい。それでね、私がちょっとほら勤めて30年ぐらい、その後定年になってまたこれまた始めたの。お母ちゃんがずっと守ってる。その間管理は全部呼ぶ。もう本当に本当ありがとうございます。本当に。じゃあなんか包けるものなんかある？なんかこれなんか入ってないの？みかんはまだ入ってる。そうだね、みかん食べなきゃだめ。みかんも今じゃあ剥いでもらいます。俺何？焼きリンゴやったの。焼きリンゴ？私がやったの。覚えてます？どうしたの？銀八です。何やってんの？お友達です。宮子さんのお友達。みんな友達なの？皆さん繋がってるんですか？そうなんですよ。やっぱみかん農家来たの。ごめんなさい、なんかこれもあるんですよ。みかん食べたいから。食べていいよ、食べていいよ。みかん食べたいから。みかん剥いでみてみて。なんせね、なんせほらこの番組取って出しなんで、ちょい早く取って。早く。もう収穫始まってるんですか？うん、これ
あ、もう収穫、いいのいいのよ、ほら山ちゃんごめん、水の中ほら、もう収穫始まってる、まだなんですよ、まだなんですか、うん、だからもう初もぎで、初もぎいいの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 、あ、美味しそう、よかったらちょっと剥いてみてください、これはね、わせみかんです、わせみかん、わせみかん、わせみかん、はい、わせみかんってどういう意味なんですか、早い、早い、うん、宮川というみかんの種類のわせのみかんなので、一番最初に取れるみかん、うわ、甘いのを食べた後だから酸っぱい、あの程よい酸味、うん、これはいいね、逮捕しちゃうぞさて歩いてまいりましたが、はい、やっぱ晴れましたね、姉さんすごい ね晴れ女、うん、晴れ女だと思ってました、ね、メガネをここに入れてるからねここから始まりまして、ここに来て今ここの辺りにいます、ちょっと北に上がりましたね、はい、すごろくね、今あれじゃないカルタもいいんじゃないの、カルタもアイウェア順で、でもだってアーからウンまで作るの、いやだって簡単じゃん、ロだったらロクさんだロが埋まっただけで他いっぱいありますよでもスゴロクはいいんじゃないの、なんか最近やらないじゃない、なんかサイコロ転がしたりとかね、うん、してないしてない、そういうのあるもん、やっぱりそういうことはあるんだよ、うんうん、でもここはいいね、こういう風景が ね、あ、紅葉してますね、うん、これ木、ほんとだ、ね、ちょっと早いんじゃないの紅葉が、うん、すごい、これはまあでも10月ですからね、渋滞にはまっちゃってましたウインカー左に出してるね、あれ曲がるってことですか、俺だって昔のシュトロエンだよ ね、シュトロエン人ん家なのかな、あ、行ってみますか、あ、入ってた入ってた入ってた山ちゃん入ってた入ってた、あれ、庭衆の方がいらっしゃる庭衆すいません、すいません、おはようございます、あの、いいなと思って車見ちゃったんですけど、はい、これって見せてもらう、ああ大丈夫です、大丈夫ですか、すいません、はい、ちょっとね、もうしばらくしたらイベントに出かけますので、本当ですか、いやいやいや、はい、いや本当に本当にパッパッて言って終わらします、はい、わ、車がすごいですね、困ったもんです、車をたくさん置くために田舎に引っ越してきた、うんうん、何これを持ってるってことは、これかなり古いシトロエンですよね、はい、あ、よくご存知で、もうシトロエンはやっぱりね、サイズがちょっと上下するっていうのがね、はい、昔から有名ですから、昔の車が好きなんですか、実はですね、私もリタイアメントライフなんですけども、うんうん、サラリーマンを6年ぐらい前に卒業しまして、うん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 、でもう過去何十年、うん、車好き、相当 の車趣味で、車好きなわけですか、はい、そう、こんだけ持ってらっしゃるんですよね、すごい、困ったもんですね、奥さん困ったもんですね、はい、困ったもんです、そうですよね、これは趣味と実益は兼ねてるんですか、ですね、まあ、多少基本的には趣味の範囲ですけども、うん、いろんな、ま、見ていただいたらいいんですけども、アンティーク、昔のおもちゃですとか、あと昔の看板とかいろいろ集めてるのがありまして、これもかなりので多少それを売ってる部分もございます、いや、これ昔フィアット、またよくご存知で、いや、これはすごい、これ何年式になるんですか、こっちが69年、69年、はい、でこっちはもうちょっと古くって57年になる、57年、はい、これちなみにこのエンジン音とかどっか、こっちは大丈夫です、ね、大丈夫ですか、はい、大丈夫ですよ、お任せください、ちょっと聞きたいですね、昔ながらの音、中見ます、これ後ろでしたっけ、はい、後ろです、あ、はい、そうなんだ、うわー、こういう、まあ、これが 750cc ですから、はいはい、まあ、今の軽よりちょっと大きめぐらいの、これは昔のレース用の車なんですね、かけてみましょうか、はい、お願いします、これはちょっとうるさいですよいや、びっくり、
あ、なんか。うわこのね、やっぱり昔のあんまり固定されてないからガラ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 動いちゃうね。すごい、ありがとうございます。はい、そんな感じなんですけども。いや、僕もね、そういう昔の車が好きで、ね、ダットさん、そういう方大歓迎です。はい、本当にダットさん Z とか何とか探してるんですよ。はいはいはい、なかなかいい玉がない。そうですね。もうやはり昔の車ですから、台数が限られて、うん、新しく出てくるわけじゃないんで、そうなんですよ。結局人気のある車っていうのは、うん、みんなコレクターの元に収まっちゃって。はい、向こうにも何かあるんですか？ね、こちらは、ね、奥様大変ですねこれ。いやいや結構楽しんでるんじゃないかと言ってますけど、はい、趣味と実益を兼ねております。そうですよね、そうですよね、そうですよね、はい、そうです。あ、こ、いや、これ奥さん、これ大変だ。いやいや大変なことない。いや僕もこのね、このおもちゃ的なミニカー的なものが大好きですから僕も。そういう方大歓迎ですからよく見つけていただいて、寄っていただけたと思う。もう本当に男の子ならまずここを買えっていう感じですよね。そうですよね。もうだって映画の世界で僕たちは憧れたのはアメリカングラフィティとか、僕たちの時代は目の前でなかったもんだからね。映画の世界で見たわけ。それでアメリカ行って初めてそれを見るわけだ。その感動ったらな、もうひどいもんなわけ。それそうですよね。僕の話ばっかり。私はね、もうちょっと上の世代で、まさにルート66だとかサンセット77、それを見てきたわけですか。まさにあの時代に青春時代を過ごしてますので。ずっとこう走ったりとかしたんですか。で、まあ、縁あってずっとアメリカの会社で働いてたもんですから。アメリカの会社にいたんですか。住まいはずっと日本ですけど、自動車の部品の会社だったんですけどね。すごいな、これは。で、いや、これはどうしよう。もうここ見てるだけでご飯3杯いける俺は。そんだけ俺興奮してるね今。お前冷めてるな。ちょっとここはちょっと差があるかな。いやいやいや。蚊に刺された。ここね、さっきの車の男なんだろうね。君はなんでそうなっちゃうかな。さあここは、はい、少し移動してきました。ここから始まってここに来て今この辺りですね。東名高速の中井パーキングエリアの近くにいます。はい、わかりました。はい、蚊も分かってんだね、野生児に取り付くっていうのは。もうここほっぺたこのほっぺたが大きすぎたら分かんないもんね。ちょっとやめてください、ね、ここはかゆいですよ。あ、いいね、なんかね。あ、すごいよ、リトルリーグの。あ、そうか、分かんないか。少年野球、はい、のそれも公式だからね。公式野球チームって書いてますね。こっから明日のスターが生まれるわけですよ。僕たちの時はその昔はリトルリーグもあったんですけど、少年野球団とかいっぱい合同ですごい人数だった昔は。僕も入ってましたから。あ、野球やってたんですか。もちろん。言わなかったでしたっけ。その説明からしようか。あ、いや大丈夫です。いや周りからいやいや大丈夫なのかな。入ってだって次の明日のスターっていうことは、はい、揉まなきゃダメですよね。やはりこれ入っていいのかな。フリーやっぱり揉んできた歴史があるから ね、 やっぱりはね。甲子園で投げたエースを育てた。もちろん鎌倉くん筆頭にね。鎌倉くんしかいないけどね。まあ育ててしかも育ててはないですけどね。すいません、申し訳ないです。これは僕たち入って見ても大丈夫なんですか。誰かに話をすれば。あ、いやいや、大丈夫です。大丈夫です、入っていいです。あ、すいません。これはもう何年ぐらいやってらっしゃるんですか。ここは37年、40年近いんですよ。クラブチームで。ただ場所は結構移動してますけど、ここの場所になってから。これは自分たちでこういう土地をですね、借りて、それで自分たち の会員の会費で払って、それで素晴らしい。でもこれリトルリーグで専用球場って珍しくないですか。やっぱりね、でも地方に行くとやっぱり自分の運持ってないと、やっぱりチームとして強くならないので、ここでやっぱりやることによって、子供たちも意識するし、ジュエース、いいね、ジュエース、いいよ。なんで受けてくれないんですか。俺を取ってほしいんだよ。なんだ。
おはようございます。どうぞ。いろいろやってるんで。あ、すいません。お邪魔します。姉さん方です。姉さん方です。カッペー。これ誰に話せばよろしいですか。我々に挨拶してくれる。はい。田村さん、どうぞ。はい。そなたに伺えばよろしい。よし。こんにちは。こんにちはね。チャス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 。どうもこんにちは。事務局長がいますんで。あ、そうだったら。はい。すごいですね。ありがとうございます。誰だっけあのお姉さん。先ほどみかん山の宮子さん。宮子さん。宮子さんがよろしく言ってました。はいはい、あ、そうですか。お知り合い。ちょっとなんか、はい、なんか偉い人かなって感じ。いやいやいや。これは何ですかこれは。ああ、はい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 。はい。はい。はい、これはすごいですね。どういうことですか。優勝したんですか。そうなんです。そこにあの優勝旗もあるんですけど。本当だ本当だ本当だ。はい、今年の全国選抜大会で、うん、あの神奈川連盟大会で優勝しまして、うん、その優勝旗です、はい、はい、これはわーっとこうやって、はい、これなんですか。それで、8月なんですが、全国大会あの愛知県へ行ってきました。はい、テッカって書いてある。テッカですね。テッカ、テッカ、いただくわけですか。はい、これ逆から読んでみてください。かつて、かつて、かつてありましたよ。かって、かって、野球に勝ってっていうことで。これ何か意味があるんですか。あのちっちゃい子が、あの書いてくれて、ちっちゃい子、はい、選手ってことですか。選手 の、 あの妹さんが、うん、勝ってっていうのを、うん、あのテッカって書いて、うん、これがなんかうちの守り神になって。守り神、これ誰が書いたんですか。いるかな今日は。何ちゃん、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 いる。あやちゃん、あやちゃん、あやちゃ ん、 ちゃんおいで、あやちゃんおいで、女神、はいはい、女神、ゆきちゃん、ゆきちゃんと一緒に。恥ずかしいみたい、恥ずかしいみたい、はい、恥ずかしい、はい、でもあちら体験会もやってる。そうなんです、はい、はい、すいません、挟んじゃってます。はい、はい、あの11月の、14日、うん、中井中央公園 の、うんうん、あの多目的広場でイベント型 の、 あの体験会を開催をします。野球を広くしていただけるそうですね、はい、あの当時はあの当日はスピードガンコンテストとか。昔はね、僕たちの時はいっぱい人がいましたけどね、はい、子供たちはね。そうですね。なんかこういうところでやってるっていうことがまずいいことですけど、はい、子供たちが集まってくれることはいいですよね。はい、ぜひあのすごいなこれは。楽しんでいただければと思います。うん、はい、はい、あの女の子も大募集してますんで。そう、今女子がいっぱいいますから、ね。そうです、そうです、はい、女子野球が。はい、うん、一応この番組はですね、はい、もう僕を乗り越えて初めてスターになるっていう。なるほど、はいはい、誰かいれば、そうそう、誰かいればこれは一応揉んでやろうじゃないかと。なるほど、はい、エースとかエースピッチャーとか。ちょっと対決しますか。あ、ぜひお願いします。エースピッチャー、エースピッチャー、よしよし、対決しますか。よし、はい、エースピッチャー、よし、勝負しよう、はい、勝負しよう、エースピッチャー勝負、ぜひ勝負しましょう、勝負しよう、よし、じゃあ勝負しよう、よし、バッテリーで、バッテリーでデビさんが打席に立つから、まあいいか、そうか。エース、エースの子、お名前は。あ、あれない、コウセイくん、コウセイくん、よし、うわ、頑張ってね。野球やってるレベル。デビさん、自信は何が。自信ありますか。自信、何の自信。コウセイくんだそうです。もちろん大丈夫。一球勝負、一球勝負よ。はい、うち、はい、うちのピッチャーインコースの、はい、頭の辺があの得意なんで。なるほど、はい、ありがとうございます。ではコウセイくん、渾身の一球お願いします。一球勝負です。ちょっと投げた方がいいんじゃない。一球、一球ぐらい、一球、一球練習、練習で。早っ、早い、早い。よっしゃ、5割ぐらいですね。はい、デビさん、お願いします。怖いな、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 怖いな。そっち行くよ、そっち行くよ。渾身の一球お願いします。おお、当たりましたね。デビさん打った。え、何この動画。
本当晴れた ね、 ねすごいね、水色が綺麗ですね、うん、いいね、やっぱ俺が乗り越えてほしいねそうそうだよ、かなり悔しそうな表情でしたからね、結構歩いてきましたね、はい、うん、ちょっと移動しましたね、うん、昔は金子製麺も行ったりとかしましたけどね、あーそうだな、あーやっぱりやっちゃったかな投げて、え、ここ入るんですか、うん、肩こり、腰痛だからちょっといい、ちょっと時間、皆さんいいですか、時間ちょっとだけいいですか、あの大島さん誕生日おめでとうございますなんかついでみたいな感じで言わないであげて竹富さんもそうなんだよ、あ、え、めぐさんもそうなんだ、10月すごいんです、誕生日ですか、そうよ、去年も来てる、ここどういう流れで、いやだから去年も来たんだよ、ここに来てる、ここに直してもらったんだよ、ここで、あ、そうなんですね、やっぱアッパレンという激しい運動するからさ、でも来なきゃいけないんだやっぱり、バット振ったことでちょっと、うん、すいません、こんにちは、あ、お久しぶりでございます、すいません、ちょっとね、今ね、バット振って、はい、あのちょっと腰をね、はい、ちょっとお願いしたいなという感じなんですよ、はい、そんな突然お邪魔して、いや、アッパーレファミリーだから、アッパーレはほら、今年のテーマは再会だからね、再会、だからちょっと来ちゃいました、すいません、はい、すいません、お邪魔します、いいんですよ、この、この兄さんが、はい、腰、ここも座っていいですか、これも、座っててください、これです、はい、腰どの辺が、こっちなんですよ、え、本当に整体するんですか、何がカメラ回ってるんですけど回ってるの、なんでえ、マジですか、もうマジよ、え、あ、ちょっと俺やってる間にちょっと向こうに、ちょっと向こう開けて、向こう開けてみれば、開けてみれば、うん、お願いします、すみません、はい、向こう開ける、はい、ここ痛いですか、あ、そ、痛いですね、ここ、はい、こっちはどうですか、はい、大丈夫、ここいい、わお、パン屋、え、パン作ってる、え、すごい、ベビーさん、パン、なんだよそうだよ、パン、そう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 、ここはいいんだよ、整体やりながらパン屋さんだから、すごいですね、パン、はい、パン屋なんです、こっちは、久本、一言言ってく、パン屋さんって言いなさい、パン屋さんありがとうございます、え、熱々で何か買うことってできたりするんですか、あ、はい、大丈夫ですよ、あ、いいですか、え、いくらですか、あ、ものによって違うんですけど、はい、これちょっと味見してもらってよかったらいくらですか、それ、これはフルーツとナッツのカンパーニュで、はい、はい、普段は、600円なんですけど、明日ちょうどセールがありまして、明日の価格で、あの300円で、え、いいんですか、半額、え、いいんですか、本当に明日セールなんで、本当にお兄さんにいいですか、わあ、嬉しい、ありがとうございます、いいですか、うん、わあ、美味しそう、フルーツとくるみはい入ってる、カリッカリで、でも中もちもちはい、わあ、あー美味しい、香りもしっかりしますね、ありがとうございます、美味しい、デビさん美味しいでしょ、めっちゃ美味しいですあった、あの店主の方に、店主の方、わしわし食ってる人に会った、それはどなたか分からないけど、ちょっと大将、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 あの、わしわし食ってる人は今日いないですか、今日、あ、今日お仕事だってお仕事だってあの、神様みたいな人わしわし食ってる人、ずっとお仕事だった、ね、もう神様みたいな人が食してるじゃん、これめちゃくちゃうまいでしょ、めちゃめちゃ美味しいです、すいません、いいんですか、整体やりながらで、ね、こっち食べていいんですか、3人でパン屋さん、そう、3人でカップルなんですそうなんですもう、そうなんですもう同級生で、あの、どうですか、高校の同級生なんですよ、クラスメイト、はい、高校の同級生、それでこっちもこっちは同級生じゃないんですけどどういうこと、そうそう、夫婦で、はい、パン屋さん、一夫多妻制の逆バージョンなんで違う、だから旦那さんがこうやって寝ってる時は奥さんはこっちに来て寝られてる整体受けてるわけじゃない、整体受けてる、やっぱ体がね、体が資本だから三角関係
そんなではない。丸ですね。いや、俺が言う分にはいいよ。お前はまとめなさい。いろんな形があるんですね。だから違うっての。同級生だって。いやいや、そんなどっちが先なんでしたっけ、これ。どっちが先なんですか。一緒に私が誘ってここで一緒にやりましょうって。どうやっぱりそういう時は気持ち悪かったですか。誘われいやそんな気持ち悪いですよ。真面目な人だって言うんでね。じゃあお前の同級生ならいいんじゃないか。でも今となってあ どうですか。前回がしますね。あっぱり来てみてどうですか。そういえばあもうすごいなんかお客さんが、うん、同級生の同級生のってそこフューチャーされてる。でも同級生ならいいけど、うんうん、いや三角関係だったのそういうようなイメージになってなんかパンが美味しいっていうことは。パンが美味しい。嬉しいです。これはもう全然変わらない美味しい。めちゃくちゃうまいもんこれ。ありがとうございます。本当に。さてここははいランチタイムです、はい、こちらですね、うん、はい酔いの口ダイニング、はい、ピクルスさんで そのままだね。あピクルスのイラストですね。こちらピクルスさんで名前も酔いの口ダイニングピクルスさんです。そうなんですね、はい、昨年オープンしたばかりってことで、はい、あいいじゃないですか、はい、本当だよピクルスそのままだね。ちなみにですね、うん、ちなみに夕方5時から営業なんですけどまた例によって特別に開けていただいてます。そうかそうです。いや入りましょう。いやいやいや入りますか。そうですね開けてもそうですね。お願いします。準備してそうじゃあなたは誰ですか。あなた長靴が似合うね。今気づいたよ本当に。あすいません申し訳ありません。すみません。こんにちは。お邪魔します。何時からオープンなんでしたっけ。こちら5時からのオープンになります。すいませんごめんね出会ってどこにどこにあこちらで。あこちらはいすあれすごいのがあるよ。んあ何ですか。うわわわこれなんだ。これは引くか。あありがとうございます。えこれはこれはなんだ。こちらピクルスになります。ピクルス。ピクルス。これはこういう状態で置いてあるの。こういう状態で置いてある。え食べ放題。食べ放題ではないです。ではないですね。あでもお店の名前になってますもんね。なんでピクルス専門なんだこれ、うん、すごいね。この娘こんにちは。あ、こんにちは。すいません。ようこそピクルス。バイトの方ですか。え、これピクルス、はい、なんでピクルス。あの僕がこのピクルス作りであの昔いろいろとやりましたよ。箸を箸を。ピクルス作り。はい。ピクルス作り。これ自分で樽からすべてマリネ液を作って。え？どういうこと？ピクルス専門に作るお店ってありますか？いや僕ホテルにいたんですけども。そうなんですか。そのホテルであのいろいろ研究して作ったものなんです。あ、それじゃあ。バイトどっちかがバイトみたいな感じの感じでやめましょう。娘そうです。じゃあ娘はこれを食べて育ったピクルス。ピクルスさんいただいて。そうだな。すごい彩りも綺麗ですね。俺は本当にねこよなくピクルスが嫌いなの。え食べる前でそんなこと。いや俺が食べれたらすごい。あおいしいですか。さっきこちらから出したばっかりです。いける。うん俺が食べれるんだ。一昨日から2日前からつけるんですけど。僕スノーマンあんま好きじゃないな。何これ。え普通にいける。すごい絶妙な感じ。なんだろうこのバランス。あーおいしい。えうんこれはどのぐらいかかるんですか。これつける2日間です。へえ2日間。はい全然後味は爽やかで、うん、さっぱりですね。爽やか、うん、美味しい。ほんとだ。なんでもいいんですか。野菜だったらそうですね。なんでもつけちゃう、はい、つけちゃうタイプですか、はい、つけちゃうタイプって何ですか。なんでもつけちゃいます。なんでもつけちゃいます。なんでもいけるもんだ、はいはい、今まで最高の何つけちゃいました。あの、株ですとか株、はい、株はもう、なんかあと玉ねぎ、トマト、いろいろできるんですよ、こちら、そばサラダになります。
そばサラダバイトの方ですね。バイトみたいすごい可愛い。何ですかこれ。バイトの方ですか。キムチスパゲッティとランピザですね。なんだ、はい、いろいろ仕事してるぞこれ。そばのサラダいります。そばのサラダ面白いですね。これはやっぱりホテルにいたからですかね。そうですね、この技術、はい、洋食が僕は好きなんで。そうですよね、洋食でなぜか居酒屋なんですけど。これこちらのスパゲッティは、サラダ、そば、そばですけど、うん、サラダでもサラダ、うん、いいよこれ。そばの水、これはそれはあの15穀米です。それももうこういうことは大好きなんですか。そうですね、料理は大好き。キムうまい、うまい、あ、うまい。ちょっとピリ辛で、うん、え、あ、なに知らない間で、ね、あ、美味しい。あ、それ何、すごい斬新ですね。そうですね。これ何、何、え、なんかこれ味はキムチの味がします。キムチ、はい、キムチだけです。キムチしか味はしてないですね。あ、はい、キムチのみで。すごいね、こんなことお父さんもいっぱい考えてるんだ。面白いですね、なんか盛り付けもおしゃれでね。そうだね、うん、お父さん普段こんな料理が好きなの。大好きです。 大好きなの、はい、これ食べてそうだったの。おとなしいですね。エンディングで晴れたすごいね、ね、これ意味ないよ矢田さん照明。ドピー界の矢田さん。すごい ね持ってるね俺たち。やっぱり雨予報だったんですけどね。そうだよ、傘差すことなかったですからね。差すことなかった。ニンニンだよ。なんかよくわかんないですけど、はい、ここですね、うん、明日行われます中井町最大のイベント、中井フェスティバルの会場になります中井中央公園にやってまいりました。明日ということで、うん、今準備中なんですね。俺たち祭りに会えないね、やっぱりね。祭りの最中行けないもんね、なかなかね、うん、日曜日が祭りが多いから。土曜日ってこういうほらこういう状態でございますよ、ございますよ、ね、これね、今準備されてるということで、うん、はい、こうずっとこれ広いですもん ね、すごいですね、うん、広いですわーっと、はい、バラ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 人がねしゃがんでいく中でね、ポツンとやっぱり気になりますよね。暑いでしょうね。暑いですかね。暑いでしょうね。日が高校でさしてますから日焼けしちゃうんじゃないですか彼は、ね、彼ですか彼女ですか。あれはあの中井町の公式キャラクター、うん、中丸くんだそうですよ。中丸くん彼ですか。中丸ですね。中丸くん、中丸ちゃん、どっちか分からず、分からず、中丸、まあ、まあ、両一丁目一丁目ワーホーだね。こんにちは、こんにちは、中丸くんですか、中丸ちゃんですか。シェイク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 、困惑してますからね。よし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 、これは何だろう、これ何なの。これ白鷺ですね。白鷺、はい、白鷺何なの。あの中井町のあの鳥です。それでこれは、これは金木犀です。おう、これでキキョウです。すごいね、あのなんでちょっと半切れなの。半切れじゃないですか。それであと何か言った。中丸、中丸ですね。あ、明日のフェスティバルでは、うん、ステージイベントや、うんうん、模擬店や、うん、いろいろあるから、うん、あ、フリーマーケットもあるのね、うんうんうん、だからみんな来てね、みんな来てねって言ってます。そんなん喋れるの。あ、そうですね、ゆるキャラ検定通訳2級なんで。はい、ありがとうございました。ちょっとこれちょっと後ろ回ってみて。あ、中丸、うん、はい、ここです。中井町はここです。ここです。来週はですね、うん、東京の大田区に、また行くか。え、何ですか。よし、東京行くぞ。私も待ってろ。夜夜大田区ですね。大田区いいですね、はい、うん、中井ちゃんも行く、中丸くんも行く。中丸
行かないみたいで、大田区の皆さん待ってください。さよなら。僕のバッティングセンスご覧ください。そこまた大人げない姿、また見せるんですか。もちろん最後でも、もちろんもちろん、お願いします。お願いします。